和装エプロン作りました。作ったというほどのものでもないのですが、こんなのです。襟元が V 字になっているだけです。襟に引っ掛け、伸ばして帯に挟んで装着します。これで食べこぼしも安心です。作り方は極めてシンプルです。まずバンダナサイズの布を準備します。リバーシブルがおすすめです。次に対角線で折って折り目にアイロン掛けをします。なんかもうすでに汚れてるところがありますけど、まあ一応気にしないことにします。角を1箇所 15cm 折り上げアイロンをかけます。二重になった部分の真ん中を切って切れ目の際を縫います。縫ったところをひっくり返します。三角形のポケットができました。ここに対角線で半分に切ったプラスチックのカードを入れます。直角の部分は合わせて奥まで入れます。プラスチックカードの下部分を縫ってカードを固定させます。最後に周囲に縁取りをしました。それでは眼下に瀬戸内海の見えるレストランのテラス席でお披露目です。この豆腐わさびを入れてますので、醤油そちらありますので、はい、わさび醤油を食べてください、はい、お豆腐は最初何もつけないで食べて、はい、あとこの店で醤油と塩で食べてみてください、はい、醤油と塩ありがとうございます。ここにあります。あ、それでね、はい、それとも少し違う、うん、あ、ちゃんと襟のとこになるように、素敵素敵、ありがとう。とてもね、その襟のところがこうなるところが、うん、ありがとう。もう福ちゃん、え、もういいの？もういいよ、ありがとう。これをちょっと写真撮りたかったよ。撮ってるよか。